どうも、キノコです。ただいま、私は小術族を狙って、超アップ画像を回しております。小術族は、今回のゴルフや、ボス戦にて強い特攻を持ってるがゆえ、さらにミッションで7突まででき、スコアタであるループをする際にも、モテモメよりも高いステータスな状態でループができるため、今回追加された小術族はぜひとも欲しいキャラではあります。今回のイベントで登場しているダブルデータのキャラは、すべてダッシュ族と、不思議に対しての優遇が止まりませんね。そしてここからさらにテンポアップ、60連目、うんち秘伝書うんちうんち、70連目、アリオリのうんち、80連目、ババンババンバンバンアリバノノノンババンババンバンバンアリバビバビバ。皆さん、今回のゴルフの調子はどのような感じでしょうか。今回のゴルフは強敵枠のレベル6を倒すとキラシャラに対しての特攻を持っているシアラフと交換できるのですが、果たして今回の強敵ステージであるキラシャラステージはシアラフのみで討伐することはできるのか検証していきたいと思います。ちなみにキラシャラステージをシアラフのみで倒すにあたり、封印マックスは必須条件なのですが、まずゴルフ特攻であるこいつらを当てずしてゴルフをレベル10まで倒すのは不可能だろうということで、今回の動画はゴルフは完全にお助けでやってもらったよという方や、ゴルフはチートを使って終わらせたよという方に向けた動画となっております。では行こう。今の時刻は6月6日の午前2時です。先週のスコアタの結果が返ってきているので、早速プニを開いてみましょう。おー、返ってきましたね。今週も無事881億で1位が取れました。そして今週からスコアタポイントにて新しいビッグボスであるおのぼりクロトンが交換できるというわけで、早速そいつを交換して、性能などを調べていきたいと思います。おーマジか、先週オオサンショウを交換したことによりスコアタポイントが足りないだと、ぬーおーわーだしたー。がしかし、このままエンディングに移るとゴリゴリのサムネとタイトル詐欺になってしまうため、今回はなんと、前回に引き続き2度目の登場のマチャさんに、おのぼりクロトンの映像をお借りしてきましたので、そちらをどうぞ。マチャさん、ご協力、ありがとうございました。今回の新スコアタ限定妖怪であるおのぼりクロトンの一番の魅力は、やはりこの自身のデカプニが必ず降ってくるというネタスキルです。普通の自身デカプニ振りスキルは、サイズ1からサイズ3までのプニがランダムで降ってきますが、こいつはなんと必ずずっとサイズ2のプニが降ってきます。これはスキルのレベルに関わらずずっと一緒の固定値です。そしてもう一つのこいつのスキル、自身のプニが出にくくなるスキルは、普通ならスキルを上げていくごとに、ますます出にくくなる値が高くなっていく。スキルにもかかわらず、こいつはその逆で、スキルを上げていくごとにますます出にくくなる値が下がっていきます。つまり、スキルが1だと、クロトンのプニが出にくくなり、連発もしにくく、スキルを上げると、クロトンのプニが振りやすくなり、連発もしやすくなるというキャラとなっております。スキルのレベルによって、別の顔を持っている、非常に面白いキャラとなっておりますが、今後、不気味のスタメンになるかと言われたら、少し微妙な気もしてしまいますね。ですが、マチャさんが提供してくださった、スキル1の状態のクロトンを見てみると、そこまでたくさんのクロトンのデカプニが降ってくるというわけでもなく、普通にプニる際にも支障が出ないレベルの振り度だったので、ワンちゃんどこかで使える可能性はあります。もしこいつのスキルを上げるかどうか悩んでいる方は、とりあえずスキル1で様子見することをお勧めします。そしてスコアタポイントでオオサンショウかクロトンかどちらを交換するかで悩んでいる方は、どちらも言うて微妙なので、おとなしく第8サンズ丸が追加されるのを待ちましょう。というわけで、今週も小ネタ集を最後まで見ていただきありがとうございました。それではさよなら、ピンピンピストルはキューン。